はい、じゃあ今回はねサクッとガチャを引いていきたいと思います。引くやつは、この2つなんですけど、まずサクチャレ特攻キャラ狙い撃ちガチャ、こちらがですね二宮が PSR プラゴなんでちょっとあんまり引くのも怖いということですけれども、まあ、初回の10連がね一応 PSR 確定となってるんでこれは10連だけ引こうかなと思ってます。であとこっちのピックアップもまあ、ジャスチーがねそれなりに育ってるんで、まあ、ただ7位は PSR 持ってないっていうのと王子佐伯さんもそんなに育ってないんでここは20連目で PSR が出るんで、まあ、これは20連の合計30連だけ、やっていこうと思います。まあ、というわけでまずはこっち、はい、2枚。おお、闇の。あれ闇のって今どういう状況？闇のはまだフラゴになってないな。で、こっちは？おお、火事。火事はただ SR がプラゴだけど PSR を持ってないから、ちょっと保留。で、これは終わり。次。あ、タンガチャだけ引いとく？ 15 だしね。佐伯さん、よし。じゃあ10連目いきます。ここは普通の SR 演出とか割とカットで。ルナちゃんか。ルナちゃんは PSR プラゴ。佐伯さんの R がまあ2つでも7位ってさ結局、まあ、ミート上限アップを単独で持ってるじゃないですか。まあ、単独で持ってるから SR で覚醒させても全然いいと思うんですよね。 SR で覚醒させると練習効果アップが上がって、で PSR で覚醒させるとミート上限がさらにつくんですけど、まあ、編成の状況によっては、まあ、ミート上限はなんか通常のやつでもいいんじゃないかなとは思います。だから7位は SR プラゴで覚醒させてもかなり使い道は高いというようなキャラだと思います。という言い訳をして PSR 持ってないよっていう。北斗で使いたいよねちょっと思う。三本松。あれこれなんかさ最近のさ三本松がさ通常バージョンと別バージョンの区別がつかないんだけど、まあ、復刻してるって聞いてないから普通だね。こいつ生贄にしよう。で現在ですね3本松 PSR プラ4で俺の持ってる3本松はこれが全て。 R はおまけこれ。はい、あ、なんかどっちでもいいや。解放したというわけで、怪力無双3本松無事プラ5になりました。お疲れ様でした。